ートお疲れ様でした。いや、たまげだったね。よく体が持ったこと。まだまだ若さ激しい。うちは2があるからね、飲み会になるから。ぜひ、冷たいビール。あ、待ってる待ってる。また醤油入れて。今通ったほら、あ、6分。あ、でも顔がわかんないよ。入りなさい、どこでも。ほらぐちょ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 、ほら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 、また目立つとこされて、いやいやいや、どんどん下がってくな。あら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 、ほら入るかな、入れー。おー、テレビさん映ってんだ、これこれテレビだからね。はい、いいよ、飲みに行こうね。これはユーストリーム流れてるの、生放送。いいの？うん。世界中っていう。ユーストリーム。そう。これ写真。もう撮ったもんね。ああ、楽しかったね。テレビに映ってるの？インターネットね。ああ、なんか。あ、見て見て。はいはい、お疲れ様、お疲れ様。疲れたね、いっぱい飲みに行こうで。あ、違うか。はい、じゃあ行こう。アイラブお手伝い。写真撮るね、写真。後ろから撮るかな。ドサノボのお店があるんですよ。そのチームが一番先のサシペレレというチームなんです。あ、そうなんだ。うん、結構都会だから、そういうのも成り立つんですよね。で、2番目のチームは浅草のサンバにたくさんのチームが出る中の常連の上位チーム。あれは完全にボランティアの、うん。そういうのがあるんだ。だから、ま、あのもろにあの外人はブラジル人。ブラジル人。生粋のブラジル人。小田にいる方を集めたのかと思ったら違うんだ。いないいないいない。
来年もやりますから。あ、すごい素敵でした。はい、ありがとうございます。ご苦労様でした。どうもありがとうございました。いやいや、どうも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 流しておりますので、じゃあ、はい、そうです。いっぱい映ってましたよ。ご苦労様でした。思い私たちが頑張ってくれた。ありがとうございます。ちょうどいい天気だったね。揚げ物です。オス三本木です。あれ今日9月3日ね、宣伝したっけ？どれ？これ宣伝しました？ここで DVD いきなりそんなこと言われた。今日はバラ焼きでサンバじゃん。バラ焼きでサンバよかったな。でも9月2日はバラ焼きショップ富士屋に来てね。9月2日だそうです、ね、僕のコンサートもありますんでね。あの8月16日この新聞、高い新聞に書いておきますから。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。No.